2年が終わった秋の時の秋季キャンプの時に、その時ちょうど相手西武ライオンズが、日本シリーズで戦って、負けたんですけれども、その時の相手ピッチャー塩崎という、同じようなタイプのピッチャーがいて、その進化がなかなかスワローズ自体チームが打てなくて、遅い進化だったんですけど、あの遅い進化を投げれないかって言ったのが、僕の野球人生の転機というか、すごく大きな影響のあった言葉だと思いますね。そこからこうできんかあれできんかみたいな感じでずっと野村監督が宮崎のサイトのブルペンに付きっきりでもっとこうだああだこうだって言いながら1ヶ月間でなんとかものになったというか、そこで初めて進化で抑えれるようなピッチングというのを覚えたのが2年目の秋でしたね。たくさんありすぎてこれとかあれとかっていうなかなか言いづらいんですけども、でもやっぱり勝負に対する厳しさであったりとか、時にはちょっと気を緩めてくれることであったりとか、もちろんグラウンドに出て相手に勝たなきゃプロ野球としてっていうところはすごく大きな教えだったと思いますし、やはりそれは野村監督の言葉を受け継いでとか、野村監督の野球をなんとか継承してとかっていう気持ちはベンチにいる時はあまりないですけども、自然とそういうやはり気持ちになったりとか、自然とそういう言葉を発してしまったりとかっていう影響は必ずどっかであると思います。弱いチームは頭を使えと、頭を使えば勝てると、強いチームにも勝つチャンスはあるということはずっと言われてきましたし、それがちょっと正解かどうかは分からないですけども、やはりバントを使ってだったり足を使ってだったり、時には大きなシフトを引いてみたり、その確率を求めてね、1点を取る確率、1点を防ぐ確率を高いところを求めてそのプレーをやるということは、やっぱり野村監督がずっとやってきた野球だと思いますし、そこはすごく大事な野球の一部分だと思いますね。